スタッキズムは1999年にビリー・チャイルディッシュとチャールズ・トムソンが創始した国際的な芸術運動でコンセプチュアルアートに対するフィギュラティブアートの優越とその価値の商用を主張として掲げる。13人のイギリス人アーティストたちが始めたこの運動は2017年5月には52カ国236グループまで広がった。チャイルディッシュとトムソンは 新しいアート集団の創設にあたり、複数のマニフェストを掲げている。最初のものが、スタッキズムは、本物の追求であるから始まる20か条の、スタッキスト宣言である。その他にも、リモダニズムなどの有名なマニフェストがあるが、必ず批判の対象となっているのがポストモダニズムで、ある。彼らの目的は、モダニズムの真の精神を取り戻すことであり、スタイル、テーマ、 メディアが何であろうと、精神的な価値を持ったアート作品を制作することで、ある。別のマニフェストでは、自分たちの運動を、アンチアンチアートと定義している。それはつまり、アンチアートの否定であり、アートの肯定である。ロンドンの小立地にある、小さなギャラリーで、グループ展を開いた後、2004年には、アートフェスである、リバプールビエンナールに参加し、ウォーカーアートギャラリーで、 初めての大規模な展示会を開催した。2000年からスタッキズムの作家は時にはピエロに奮してターナー賞に抗議するためテートブリテンで定期的にデモを行っている。彼らはチャールズ・サーチがパトロンになっているヤング・ブリティッシュ・アーティストにも反対の立場を表明している。スタッキズムの作品には絵画が多いがアーティストによっては写真、 彫刻、映画、コラージュなども制作している。いずれスタッキストであれば、コンセプチュアルアートとエゴアートに心から反対していることに変わりはない。ザ・メドウェイ・ポエッツの録音のために集まった、セクストンミング、トレイシー・エミン、チャールズ・トムソン、ビリー・チャイルディッシュとミュージシャンのラッセル・ウィルキンソン、スタッキズムという名称は、ビリー・チャイルディッシュが何度か朗読した詩をもとに、 チャールズ・トムソンが1999年1月に作った言葉である。この詩の中でチャイルディッシュは元ガールフレンドのトレイシー・エミンが自分のアートや詩、音楽について言ったスタック、スタック、スタック、どん詰まりもいいところというセリフを繰り返し引用している。この月の後半にトムソンがスタックキズムという名前のアート集団を共同創設する話を チャイルディッシュに持ちかけ、彼はそれに賛同したため、トムソンはそれを信じて、準備を進めたが、この時チャイルディッシュのスケジュールはすでにいっぱいだった。創設メンバーはこの他に11人いた。フィリップ・アブ・ソロン、フランシス・キャッスル、シェーラ・クラーク、イーモン・エバー・オール、エラグル、ウルフ・ハワード、ビル・ルイス、サンチア・ルイス、ジョー・マシーン、セクストン・ミング、チャールズ・ウィリアムズである。 創設以降、作家同士のコラボレーションを通じてメンバーは増えていった。もともとは、絵画制作を主としたグループだったが、その後は、詩や小説、パフォーマンスアート、写真、映画、音楽など様々なメディアで創作が行われている。1979年、トムソン、チャイルディッシュ、ビル・ルイス、ミングはパフォーマンスアート集団のザ・メドウェイ・ポエッツのメンバーとなった。 アブゾロンとサンチア・ルイスはもともとこのグループに所属していた。彼らの中には、ピーター・ウェイトのギャラリー、ロチェスター・ポッタリーデーの個展を開いているメンバーもいた。1982年には彼らを特集してテレビ番組が作られている。この年に、当時はファッションを勉強する学生であったトレイシー・エミンとチャイルディッシュが交際を始めた。彼女が書いたものをビル・ルイスが編集し、 トムソンが印刷してチャイルディッシュが出版している。実際彼らが出版した作品はかなりの量に上る。この詩人グループは2年後にはバラバラになってしまうが、1987年に再結集し LP 版でザ・メドウェイ・ポエッツの収録を行っている。クラーク、ハワード、マシーンは翌年に仲間に加わった。トムソンはウィリアムとも知り合いになった。 彼は当時地元の美大生であり、エミンの友人と交際していた。この時トムソンは、エヴァー・オールとも知り合っている。グループの創設準備中に、ミングが、ガールフレンドのエラグルを誘い、彼女がキャッスルを仲間に呼んだ。リアルターナー賞展のために集まった13人の初期メンバー1999年8月、チャイルディッシュとトムソンはマニフェストである、スタッキスと宣言を掲げた。 彼らが強調してやまなかったのはコミュニケーションの道具であり感情と経験を表現するメディアとしての絵画の価値だった。この時退治されたのはスタッキストが薄っぺらい新規性、ニヒリズム、アイロニーとみなしたコンセプチュアルアートでありポストモダニズムである。このマニフェストにある描かないアーティストはアーティストではないという一文は大変な議論を読んだ。第二のマニフェスト サーニコラス・セロタへの公開書簡と第3のリモダニズムはどちらも帝都の館長であるニコラス・セロタ宛てに送られた。セロタの返信は短かった。3月6日付の公開書簡はどうも。手紙にもリモダニズムのマニフェストにも私は何のコメントもしないけれど、それが分かったからといって別に驚きはしないだろうね。リモダニズムにおいてスタッキストは リモダニズムがポストモダニズムにとって変わることを宣言している。つまり、芸術、文化、社会における精神的な価値が刷新される時期だと歌っているのである。彼らのマニフェストには他に、手軽なヒント、アンチアンチアート、カプチーノライターと現代文学の愚かさ、ターナー賞批評家の盲録、スタッキストによるダミアンハースト票がある。アンチアンチアートでは、 反芸術として知られる潮流への反対意見の荒ましが述べられている。そもそもコンセプチュアルアートはマルセル・デュシャンの作品によって正当化されてきたとスタッキストは主張する。しかし続けてデュシャンの作品は意図と結果に基づくアンチアートであったという。スタッキストによればデュシャンの作品は彼の時代における美術界のエスタブリッシュメントの硬直性。 思考停止に抗議したものであって、ポストモダニズムの偉大なアイロニーは、デューシャンが真っ先に攻撃した、体制的で、オリジナリティに欠けるエスタブリッシュメントにそっくりそのまま、当てはまる。トムソンたち以外によって書かれたマニフェストには、学生のものもある。2006年に立ち上げられた、未成年のスタッキストでは、16歳のリブソールと、レベッカ・メイベリーが、ティーンエイジャーに当てたマニフェストを、 SNS のマイスペース上に書いている。初めての展示会となった、スタック、スタック、スタック。1999年7月、イブニングスタンダード紙が、マスコミでは初めて、スタッキストに言及し、他のメディアもすぐに追随した。これは、ターナー賞の候補者となったトレイシー・エミンに対する、マスコミの関心が高まっていたも大きかった。初めてのスタッキスト展である。 スタック、スタック、スタックが、ショーディッチにあるジョー・クロンプトンのギャラリー108で開催され、ついで、サー・ニコラス・セロタの辞任展も開かれた。2000年の、リアル・ターナー賞展は、テイトギャラリーで、ターナー賞のノミネート作品展が開催されるのと、同時期に開催された。スタッキズム学生連合グループもキャンバーウェル・カレッジ、オブ・アーツの学生によって2000年に設立され、 自分たちの展示会を開いている。ステファン・ハーワースは、このキャンバーウェル・カレッジ・絵画家の学士課程を落第になり、2002年にスタッキズム・インターナショナル・ギャラリーで、もしそれば絵じゃないというなら絵画の学位なんていらないよ、点と題した初めての個展を開いた。トムソンは、2001年イギリス総選挙に、スタッキスト等の候補者として、イズリントン・ミナミ及びフィンズベリー選挙区から立候補した。 これは当時イギリス文科省であったクリス・スミスに対抗したものだったが、トムソンの得票数は108票だった。チャイルディッシュは、この時期にトムソンのリーダーシップを嫌ってグループを脱退している。スタッキズム・インターナショナル・ギャラリー2002年から2005年まで、トムソンは、ロンドンのショーリッチにスタッキズム・インターナショナル・センターギャラリーを運営していた。2003年には、 死んだサメはアートじゃないと命打って、1989年に一匹のサメを初めて作品として一般公開した。これはエディ・サウンダースという男性が釣り上げ、自分が経営する電気ショップに飾っていたものだった。ダミアン・ファーストに先駆けること2年前であり、ファーストがそれを見て模倣した可能性もある、と彼らは主張した。2003年には、 アートを事実上独占していることを理由にチャールズ・サーチをイギリス公正取引庁に報告している。しかしこの告発がまともに取り上げられることはなかった。同じ年に友好団体としてスタッキズム・フォトグラフィーがラリーダンスタント・アンディ・ブロックにより創設された。2005年にはスタッキストによりザ・ウォーカー展から175点の絵画がテートに寄付されたが、 テートの理事たちにより受け取りを拒否された。2005年8月には、テートが理事の一人であるクリス・オフィリの作品、アッパールームを70万5000ユーロで購入していることがマスコミに暴露された。アギャラリーのフレーザー・キー・スコットは、スタッキストと共にテートギャラリーの外でこのスキャンダルについてのデモ行動を行った。スコットは、デイリー・テレグラフ氏に、テートギャラリーの理事長、 ポール・マイナーズが購入価格の公開を拒んでいることは欺瞞的だと語っている。オフィリは他のアーティストには作品をギャラリーに寄付するように呼びかけていたのである。2006年7月にはイギリスのチャリティ委員会がこの美術館に対して公益法人としての法的権限のない活動をしていると非難を行った。一方でスタッキストに対してニコラス・セロタは 公益のために活動していると述べている。2006年10月には、スタッキストとして、初めてのコマーシャルギャラリー、スペースを貸すだけでなく、作者と契約して、作品の販売も行う、での企画展となる、ゴーウェストをウェストエンドのギャラリー、スペクトラムロンドンで開催した。このことは、彼らがアートワールドにおいて、主力選手の仲間入りをしたことを示すものだった。 2006年10月には、リバプールビエンナールの開催中に、リバプールジョンムーア大学でスタッキズムの国際シンポジウムが開かれた。この企画を組んだのは、リバプールスタッキストを立ち上げたナイーブジョンだった。同大学付属のリバプール美術デザイン学校にある68、ホープギャラリーでは同時に展示会も行われた。ポール・ハーベイ、チャールズ・サーチ2006年には、 イギリス国内のスタッキストグループだけで63を数えた。代表的なメンバーはナイーブ・ジョン、マーク・ディー、エルザ・ダックス、ポール・ハーベイ、ジョン・ケリー、ウダイ・ヤン、ピーター・マッカードル、ピーター・マーフィ、レイチェル・ジョーダン、ガイ・デニング、アビー・ジャクソンたちである。ジョン・ボーンは自宅にスタッキズム・ウェールズの本部を構え、絵を常設展示した。 アーティストのマンディ・マッカーティンはその常連ゲストとなった。2010年、ポール・ハーベイが描いたチャールズ・サーチの絵が、この界隈ではあまりにも、挑発的だからという理由で、ロンドンのマドックス・ストリートにあるギャラリーから、ウィンドウディスプレイでの展示を中止された。この作品は初めて、ロンドンのメイフェアで開かれた展示会である、ピエロのスタッキストは、自らの手を汚すの目玉であり、 チーズの放送紙の降臨を背にしたチャールズ・サーチと羊を描いていた。サーチギャラリーは絵を展示してもサーチは問題ないだろうとコメントしたが、問題のギャラリーは展示会を打ち切ったと発表した。ハーベイは僕はサーチをもっと親近感が湧く人間らしく見える描き方をしたんだ。馬鹿げた決定だよと語った。スタッキストは法的措置も検討し、ギャラリーには e メールを送って抗議した。結果としては、元通りに展示され、展示会も継続になった。ターナー商店を開くテートの外で、クリス・オフィリの作品を購入したことに抗議する、スタッキストたち。人型のプラカードは、テートの理事長、ポール・マイナース・ホワイト・キューブ・ギャラリーでの、パフォーマンスターナー賞に合わせて、テート・ブリテンの外で2000年から2008年まで、時に、 ピエロに噴して行った、抗議活動を多いにマスコミの注目を浴びた。2001年には、レイチェル・ホワイト・リードの、アンタイトルド・モニュメントが初披露された、トランファルガー広場でデモを行っている。2002年には、ギャラリーのホワイト・キューブに、コンセプチュアルアートの使と銘打った棺を運び込む、パフォーマンスも行っている。2004年、サーチ・ギャラリーの絵画の勝利展の初日に合わせ、 スタッキストたちは、チャールズ・サーチの顔が灯されて光る、背の高いハットをかぶって集合し、サーチが自分たちのアイデアを真似ているというプラカードを掲げた。イギリス国外で言うと、2003年には、ベーコネ・チカット州、ニューヘイブーンで、イラク戦争に抗議するために行われた、ピエロによるブッシュ大統領裁判などがある。マイケル・ディキンソンはトルコでエルドアンを風刺する。 政治的なコラージュアートを展示したために逮捕、起訴された。スタッキストパンクビクトリアンは、スタッキズムのアートが初めて国営の美術館に並んだ展示会だった。ウォーカーアートギャラリー、レディ、リーバー美術館、そして2004年のリバプールビエンナーレの展示品にも加わった。37人のアーティストによる250点の作品が出展された。アーティストは、ほとんどが、 イギリス出身だったが、アメリカ、ドイツ、オーストラリアからも各国のスタッキストの代表が参加した。スタッキストの写真家による展示会も同時開催された。スタッキストパンクビクトリアンと題した本もこの展示会に合わせて出版された。デイリーメール氏の記者だったジェーン・ケリーは、この展示会にマイラ・ヒンドレーを描いた絵を出展し、おそらくそれが原因で会社を解雇されてしまった。 ウィンブルドンにあった、ア・ギャラリー。展示されているのは、ピーター・マッカードルとポール・ハーベイの絵画とエイドリアン、ジョーニ、スターの彫刻である2007年7月、スタッキスとハー・ギャラリーで、結婚している間は、あなたとセックスしたくない点を開いた。このタイトルはトムソンが、前妻のステラ・バインから、結婚書やに言われたらしい言葉にちなんでいる。この展示会は、バインが、モダン。 アートオックスフォードで開いた大規模な古典の初日に合わせて開催された。トムソンがこの展示会に入れ込んでいたのはバインの古典の反則物には彼女がスタッキストとして活動していた時期について一切言及がないことに起こっていたからである。テートの理事長だったポール・マイナースはどちらの展示会も訪れている。サー・ニコラス・セロタ。 掘り出し物の購入を決断中2006年のターナー賞に抗議するデモに参加するフェデリコ・ペンテアド、チャールズ・トムソン、ジョン・ボーン・チャールズ・トムソンの描いたサー・ニコラス・セロタ、掘り出し物の購入を決断中は、インデペンデント誌のシャーロット・クリップスが表したように、スタッキズムという芸術運動から生まれた、最も有名な作品になった。反、コンセプチュアルアートの姿勢を象徴するものであり、 ジェーン・モリスもガーディアン氏にまるでこの運動の記念碑的作品だと書いている。2000年に描かれて以降、様々な展示会にも出品されただけでなく、ターナー賞に反対するデモ活動でもプラカードの絵柄として使われた。描かれているのはデートギャラリーの館長であり、毎年のターナー賞の審査委員長だったニコラス・セロタ、今日でヤングブリティッシュアーティストであるトレイシー・エミンの マイベッドの審査を風刺している。エミンの作品は、ベッドとパンツなどの彼女の私物からなるインスタレーションアートで、1999年にターナー賞候補作として展示されていた。2000年にオーストラリア、メルボルンのリーガン玉ヌイが初めて、イギリス国外にスタッキストグループを結成し、彼以外のアーティストも自由に自分たちの地域にちなんだ。 名前を冠したグループを始めるべきだということが決議された。スタッキズムはそれ以降、国際的な芸術運動となり、2012年12月の時点で52カ国233グループにまで拡大した。ピーター・クリント、ローテス、クリフ共同創設者のビリー・チャイルディッシュは2001年にグループを去ったが、その活動方針には関わり続けると語っている。セクストン・ミングも、 アクアリウムギャラリーと契約して一人のアーティストとして、キャリアを積むためにグループを離れた。ウルフ・ハワードも2006年に離脱したが、それ以降も作品は合同で展示している。ニューヘイブンでスタッキズムセンターアメリカを運営している、ジェシー・リチャーズもリモダニズム映画に取り組むため2006年に、グループを去った。2000年6月、チャイルディッシュとトムソンが、ロンドンで行ったスタッキズムと、 リモダニズムに関するトークイベントにステーラバインが出席していた。2001年5月末に彼女はブリックストンで開かれたスタッキストに一票を点で初めて自分の絵を何枚か公開しウェストミンスター・スタッキストというグループを結成した。同年6月4日にはトランファルガー広場で行われたスタッキストのデモ活動にも参加している。7月10日には自分のグループの名前を アンスタッキストに改めている。トムソンとバインが結婚したのはこの年の8月半ばで、ある。11月半ばまで続いたパリでのスタッキスト展に、バインは1枚の作品を出展していたが、この展示会が終わる頃には彼女は、スタッキストを拒絶するようになっていた。そして結婚生活は終わりを迎えた。2004年2月、チャールズ・サーチが、バインの肖像が、 ウェールズ公妃ダイアナを購入し、彼女を発見した人間として語られるようになった。トムソンは彼女を発見したのはスタッキストであって、サーチではないと主張していたにもかかわらず、である。2004年3月の末に、トムソンは厚生取引庁に対して、サーチについて正式に申し立てを行った。内容は、 第一人者であるサーチの立場は、小規模の競合相手に不利益をもたらすほど、独占的な影響を持っているというもので、その例として、バインのケースを引用していた。8月15日、厚生取引庁は、該当するすべてのマーケットでサーチは、支配的な立場ではないという理由でこの申し立てを、終結させた。2001年のスタッキストに一票を点に参加したシャーロットガビン。 ジョーマシーン、ステラ・バイン。バインの作品は、この展示会で、初めて公開された1999年、二人のパフォーマンスアーティスト・サイモトと、ケイダケが、トレイシー・エミンのマイベッドに飛び乗った。彼女の作品は、デート・ギャラリーのターナー賞候補作展に展示された作者である、彼女自身の片付けていないベッドであったが、二人の 行為は無許可での芸術作品への介入だった。上半身裸だった、際の背中にはいろいろ書かれており、その中にはアンチスタッキズムの言葉があった。ガーディアン氏のフィアチラ・ギボンズは同じ年にこの出来事が、前代未聞のアンチスタッキスト運動が起こった瞬間として芸術の歴史に刻まれるだろうと書いている。その10年後にガーディアン史上でジョナサン・ジョーンズが、 スタッキスとは芸術の敵であり、彼らが言っていることはチープなスローガンであり、ヒステリックにはめき散らしているだけだと批判を行った。アーティストのマックス・ポツォルスキはアートワールドは未来派やダダのように新しい挑発的なマニフェストを必要としているという。そのマニフェストはアートワールドのアウトサイダー、反対者、反逆者。 帰り見られず不満を抱いている者にインスピレーションを与え、呼び集めることのできる心からの情熱でもって書かれていなければならない。そして我々はもうそれを手にしたんだ。スタッキズムという形でね。ニューヨークのアートギャラリーのオーナー、エドワード・ウィンクルマンは2006年にスタッキストのことを全く聞いたことがなく、ウィキペディアで調べたと語っている。そして、 アンチコンセプチュアルアートの姿勢には、しらけるし、絵画について言っていることの無意味さは言うまでもないけれど、彼らのムーブメントが体現する、大衆化にはちょっと興味があると語った。トムソンは、ウィンクルマンに直接会って、返事をしたという。2006年には、コリング・ルーデルが、テレグラフ紙に書いた記事によれば、スタッキストがセントラルロンドンで開催した。 最初の展示会ではこのムーブメントを引っ張るアーティストの絵が何枚も売れたが、むしろ彼らの絵にはどういう良さがあるのか疑問が深まったという。しかし批評家が何と言おうと、イギリス、アメリカ、日本のバイヤーはすでに賭けに出ている。トムソンの6枚の絵は、それぞれ4000ユーロから5000ユーロの間で値がついて買われていった。元は、囚人のジョーマシーンは、 セラピー治療の一環で絵を描いているが、彼の絵も同じような価格で6枚売れた。BBC の美術担当記者、ローレンス・ポラードは2009年に、ボーティストやシュルレアリストたちもそうだが、スタッキストのような文化の先導者のための道は、1909年2月20日未来派のマニフェストによって整備されたのだと語っている。すべて、イギリス人アーティストの作品。 ありがとうございます。